逆にお父さんどんな方なんですか？お父さんは何でも許してない、くっそゆるい、もう何でもイエスマン、ほんと優しさだけが取り柄だよね。本当にそう、マジで優しい以外何もない本当にマジでただただ優しいだけ、本当ただただ優しいだけ嫌な生き方するでもそうだよね、マジ、うん、マジでそう、優しい以外、優しいしかないよね、優しい以外何もないだからマミーとダディ釣り合うんだなと思って。ああそうだね、そうだから、まあ、マミーの文句とかあるじゃん、こっちがなんでマミーはありがとうを言わないんだとかっていうことをダディに言って、ちょっとなんとかしてよみたいなっていうと、うん、マミーってそういう人じゃん、そう、それマジそれ、いやダディがそんなんだからずっと変わんないんじゃないのって感じ、そうでも分かるでしょみたいな、マミーってそういう人じゃんで全部許しちゃう人で、マミーがお願いすること全部にうーんって言いながら、ちょっとさ、なんか嫌なお願い事とかもあるじゃん、それを全部娘に回すよね、確かに、そうダディがめんどくさい嫌だなって思ったらもう娘にポンって投げたり、あと本当に優しいだけが取り柄だから、うちらがここに迎え来てって言ったらいつでもどこでも迎えに来てくれる、うん、来てくれるね、絶対、どこにでもそんな時間でも来てくれるよ、絶対来てくれる、どんだけ朝早くてもどんだけ夜遅くてもどんだけ遠くても来てくれるよ、絶対来てくれる、終電ないとか言ったら絶対来てくれる、絶対来てくれるよね、文句も言わずにね、分かったっつって、マミーがそうだからさ、マミーのマミーおばあちゃんもっとすごいよマミーのお母さん、うちらにとってのおばあちゃんはめちゃくちゃツンデレっていうか天の尺なんだろう、おばあちゃんにあんまり会えないからさ、会えたら嬉しくてさ、ローラーって言うんだけど、ローラーみたいなってハグってするとマジな顔して「くっつくな」みたいな「あっち行け」みたいな「うん暑い」みたいな「ベタベタするくっつくな」みたいな感じでやるの、だからローラー会えて嬉しいんだけどなって言っても「来るな」って言って自分の部屋に閉じこもってずっとフェイスブック見てんのフェイスブック、そうこうやってずっとフェイスブック見て「ローラー」みたいな感じで言っても、ご飯一緒に食べても、ゆきココナッツ大好きなんだけど、ココナッツあんた好きって言ってたから、はいっつってココナッツ丸々こう渡してくれて、チューって飲んで美味しいありがとうって言ってもっていう感じのめっちゃ天の邪気なのね。でこいつ嫌いなのかな、ユキたちのことって思って、でもそれで1、2週間向こうで過ごすじゃん。でその後日本に帰るよってなって、ばあちゃんみたいな、帰るよバイバイって言ったら早く帰るみたいな、もうふんみたいな、最後のハグしてもってなるんだけど、泣いてんのめっちゃ泣いてんのってやってて、で本当に行っちゃうからねみたいな、だから玄関までお家のね、もうおばあちゃんの部屋から歩いて5歩、玄関までお見送り来てほしいなみたいなって言うんだけど、来ないの行かないみたいな、帰ってっつって、でも泣いてんの超かわいいよ。マミーが怒ってたもんね、ローラに。そうそうそう、なんでなんかそんな冷たくするの、そうで、マミーがローラにこう、ほんとお前の性格はおかしいやみたいなって言ってんだけど、私たちから見たら、あ、おばあちゃんがいてマミーだみたいなって感じ。確かに薄まってはいるよね、薄まってはいるよね確かにマミーは愛情を伝えてそうそうくれる方だよね、ツンデレの時もあるけどね、うん、マミーは本当に愛情をたくさん伝えてくれる方だけど、うん、おばあちゃんは愛情をいっぱい持ってても隠しちゃう、うんうん、恥ずかしいのかな、天の邪気、やっぱなんつうんだろう、恥ずかしいのかもね、やっぱ素直になれないうちの家族は全員だから、ユキという意味多分相当素直な方なの、うん、あでもユミ家族にはちょっと恥ずかしがっちゃうかも、アテにはないけど、うん、マミーに日頃から大好きとか言えないもんね。ああ。なんかノリとかで え大好きだよみたいなのは言えるけど、ああ。あんま言わなくない、ユミ言わないか、言わない、いつも一緒だからユミは、うん、私ほら一緒に住んでないからさ、帰り際にハグしてラビューみたいな、あ遠出する時ぐらいだわハグも、うん、1日泊まるときとか1日のお泊まりでも遠距離みたいな感じ明日の夜帰るからねっつってハグするこの間なんかあれだよ、いつだっけ、
3週間ぶりに実家帰ったのかな、ただいまって言ったらマミー泣いてた、嬉しくてみたいな、マミー、ユキはマミーのこと嫌いなのってマジで、うん、泣いてたよ、やば、ユキはマミーのこと嫌いって言って泣いてた、重っだからそう、嫌いじゃないよ別にみたいな。新しいリップ買ったんだ、ケイトのリップモンスター5番、これいいらしいらしい、今初めて使う、そう今話したことが1週間で起こった出来事だったんで、また今度雑談メイクするときもっと面白い話があったらなって思います